皆様、カープレジェンドチャンネルにようこそ。今回のレジェンドは、栄えある球団創設1年目のメンバーで、選手としては目立った成績を残せなかったものの、資金難の球団を救うため、後援会結成の話が上がると、歌を披露するほか、オフには繁華街でサイン入り鉛筆を販売、また、現役引退後は、カープ3代目 OB 会会長を務めるほか、地域との交流を図るなど、精力的な活動を続ける、長谷部実氏です。このチャンネルでは、カープの選手、監督、関係者などのエピソードを紹介しています。毎週、発信していきますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。では、生い立ちから見ていきます。長谷部実氏は、1931年、昭和6年、10月15日、広島県安芸郡矢野町、現在の広島市安芸区に生まれます。なお、長谷部氏には兄と弟がおり、後に兄がカープの球場を救うことになります。また、矢野町というのは、昔から野球が盛んな土地柄で、地区内の選手で結成された軟式野球チーム、オール矢野は、幾度も全国大会に出場するほどでした。カープでは、1983年のドラフト会議で2位指名を受け、若大将と呼ばれた小早川武彦の出身地でもあります。このため、幼少期から野球の影響を受けた長谷部氏は、旧制中学の広島県立広島工業学校に入学します。そして、2年生になった1945年8月6日、広島市中心部へ原爆が投下されることになります。当時、長谷部氏は自宅で過ごしていましたが、爆心地から直線距離で約10キロある自宅までの間には黄金山がそびえていたことなどもあり、爆風被害はほとんど受けなかったようです。ただ、焼け野原となった広島市中心部では、終戦を迎え、復興へ努力する人々がいる一方、広島駅周辺には闇市ができ、空気が乱れ、同世代の学生がタバコを加えて、たむろしている状況でした。長谷部氏はこのままではダメになるとして、上級生や仲間たちと野球を始めるのでした。そして、1949年、通っていた広島工業学校が学生改革により、広島県立広島南高等学校に再編されると、長谷部氏は4番キャッチャーとしてチームを牽引し、全国高等学校野球選手権大会の西中国大会決勝まで駒を進めるのです。ただ、決勝では、柳井高校に敗れ、甲子園出場はなりませんでした。高校卒業後は、土木技術者を目指していましたが、ちょうど、その頃、翌年から、地元初のプロ野球球団として創設される、カープの入団テストが行われることを知ると、試しのつもりで、1月16日、広島総合球場で行われた、新人入団テストに参加するのでした。当時、カープ球団は連盟から選手50名を集めるように指示されていましたが、実際には元プロ野球選手など寄せ集めても25人程度しかいなかったのです。この新人入団テストには100名以上が参加しましたが、長谷部氏はスローイング館の良さを評価されます。そして、入団テストの3日後、石本監督から、長谷部氏を含む5人が合格通知を受け、契約を迫られるのですが、当時、プロ野球は、職業としての認知度が低く、ましてや、カープにお金がないことは皆知っていたことから、全員難色を示すのでした。しかし、石本監督も諦めません。今すぐ契約書に判子を押せと4時間にもわたる説得を受けるとついに根負けしてカープへの入団を決めるのでした。こうして球団創設1年目のメンバーとしてカープに入団した長谷部氏ですが案の定お金に苦労します。長谷部氏の月給は5000円だったようですがまともに支給されることはほとんどなくたまに球団にお金が入った際には再退社が優先され独身だった長谷部氏には1000円支給されて終わりだったようです。このため石本監督は資金集めに奔走するほか県内を回って紅白戦を催し入場料収入を稼ぐことになるのです。長谷部氏は当面1軍の試合に出場することはないもののもっぱらブルペンで球を受ける3番手捕手として1軍に帯同し続けるのです。ただチームは弱いほか長谷部氏が居住していた合宿所の食事ですら困窮する状況でした。
そして迎えた翌1951年2月、この事態を聞きつけた長谷部氏の兄、利雄氏が合宿所にやってきます。利雄氏は、せっかく弟が郷土に誕生したカープに入団したにもかかわらず、空腹を抱えての寮生活を送っていることを聞きつけ、いても立ってもいられなくなったのでした。そして石本監督から肉を食わしてもらえるだけでええからと言われ、肉を提供することを条件に矢野地区で紅白戦を開催することになるのです。利雄氏は地元に戻ると地域の人に協力を求めます。ちょうど矢野地区では矢野中学校のグラウンドが 400m トラックを兼ね備えた陸上競技場として完成したため、この落成祝いとして無理やり野球場に仕立てることになるのです。紅白戦開催当日の2月27日、矢野地区の町民は総出で朝からグラウンドに集まると、軟式野球用のバックネットを並べるほか、グラウンドには杭を打ち、その杭と杭を結び、ロープを張るなどして野球場を完成させたのでした。当日は野球が盛んな矢野地区でのカープ紅白戦とあって、約3000人が集まったそうです。また肉についても地区内に牛肉を仕入れる業者がいたこともあり、あり余るほどの量が用意されたのでした。試合終了後、地元軟式野球チームオール矢野のエース夏目氏の家の大広間を利用して盛大なすき焼きの宴会が行われ、選手たちは腹いっぱい肉を平らげたのです。ただ抜本的な資金難の解決になるわけではなく、再び窮地に陥ります。3月14日、遠征費も選手の給料も出せず、またリーグにも保証金を払えていない状態であったため、カープは解散し、大量に吸収合併されることが報じられるのです。それでも石本監督は、今このカープを潰せば日本に二度とこのような郷土チームの姿を見ることはできぬだろう、私も大いに頑張る、県民もこの際大いに協力してカープを育ててほしいと地元中国新聞の紙面で訴えるのです。そして後援会構想を打ち出します。これは職場や自治体だけでなく、個人にも出資してもらい、会員には株券を配り、それぞれがカープのオーナーになってもらい、球団運営を支えるというもので、この考えは矢野地区での紅白戦がヒントになったと言われています。長谷部氏ら選手も各地で後援会結成の話が上がるたびに駆けつけ、歌を披露していたようです。また警察官による募金が石本監督に届けられたのをきっかけに支援の輪が広がると、本拠地の広島総合球場の入り口には寄付を募る使徒ダルが置かれることになるのです。こうして解散の危機を乗り越えた2年目シーズンですが、資金難の状況は変わりません。この年も一軍出場なしに終わった長谷部氏は、オフになると若手投手と共に本通り商店街に立ち、1ダース60円のサイン入り鉛筆を販売することになるのです。そして3年目となった1952年、ようやく一軍で出場する機会が訪れます。4月6日、呉で行われた大阪タイガースとのダブルヘッダー第2戦、途中から門前正人に代わりプロ初出場を果たしますが、この試合は打席が回ってくることはありませんでした。その後6月10日、福山で行われた国鉄戦、8月6日、八戸で行われた巨人戦、そして8月26日、長野で行われた巨人戦と代打で起用されると、3試合連続で四死球を選んでいます。ただ、9月12日、松山で行われた名古屋とのダブルヘッダー第2戦、そして10月8日、後楽園球場で行われた巨人とのダブルヘッダー第1戦、代打で出場しますが、いずれも凡退しています。結局、この年、6試合の出場にとどまっています。翌1953年は、わずか2試合の出場にとどまり、この年もヒットを打つことはできませんでした。それでも1954年は飛躍の年となります。4月4日、中日球場で行われたダブルヘッダー第2戦、長谷部氏は途中からマスクをかぶると打席が回り、後に中日で永久欠番10を背負う服部嗣広からプロ初ヒット、2打席目はタイムリーヒットを放つのです。
さらに5月15日呉で行われた要衝ロビンス戦では門前雅人に代わり初のスタメンマスクをかぶるなど、キャリアハイとなるスタメン11試合を含む41試合に出場、11安打を放ち、打率1割8分6厘の数字を残しています。特に同期入団の長谷川亮平とは仲が良く、長谷川投手が登板する試合ではよくバッテリーを組んでいます。当時、長谷川投手が投じるストレートとシュートボールは威力抜群で、長谷部氏は左手の人差し指にいくつもひびが入り、皮膚の裏側から血が噴き出したこともあったようです。しかし、翌1955年は再び代打中心で11試合に出場するものの、ヒットは打てず、続く1956年においては4試合に出場し、2安打を放つものの、この年限りで現役を引退しています。結局、7年間の現役生活で64試合に出場、13安打、打率1割6分3厘、打点3、本塁打0という数字を残しています。長谷部氏はキャッチャーでしたが、同じポジションに強肩、強打の門前雅人がいたこともあり、レギュラーを奪うことができませんでした。現役引退後は当時の東洋工業、現在のマツダに就職します。その後、会社内に元カープ選手が増えるにつれ、OB 会を結成しようという動きになると、1973年、元監督の門前雅人氏が会長を務める広島カープ OB 会が誕生したのです。その後、2代目会長に長谷川亮平氏が就任すると、長谷部氏は現役時代にバッテリーを組んでいたこともあり、副会長に就くと OB 会で野球チームを作り、地域との交流を図っていきます。ただ、2006年、長谷川亮平氏が亡くなったため、2007年になると長谷部氏が3代目の会長となるのです。そして2010年8月31日には旧広島市民球場にて行われた球場最後のイベントとなるカープ OB と地元大学生の試合においては、試合終了後終球式を行っています。その後2013年12月会長職を兄や総八氏に譲ると名誉会長となりますが、現在もただ一人となったカープ創設期メンバーとして、カープが広島の人々にどれだけ支えられてきたかを伝えることで、これからもその伝統は受け継がれていくと思います。そうすることで末永くカープは広島に根付いた球団であり続けることができると思っています。それが私のできる恩返しなのです。などと語っています。以上が長谷部実氏の半生になります。栄えある球団創設1年目のメンバーで、選手としては目立った成績を残せなかったものの、資金難の球団を救うため、後援会結成の話が上がると歌を披露するほか、オフには繁華街でサイン入り鉛筆を販売、また現役引退後は、カープ3代目 OB 会会長を務めるほか、地域との交流を図るなど、精力的な活動を続ける長谷部実氏。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後とも様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった選手、監督、関係者、またエピソードに興味はありませんか？毎週動画を発信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また感想などもお待ちしています。ではまたの動画でお会いしましょう。